ジョはじめヒッツ、ジョサイヒッツ、英語名、フィリップ・ジャイソーン、1864年1月7日から1951年1月5日は、朝鮮の革命家、韓国のボルテールと呼ばれる。こうは、松人氏、そう喜び、筆名はオシア。全羅南道北条軍の軍長官の家に生まれる。7歳の頃から金玉金と信仰を結び、 開花派の思想に傾倒するようになる。1882年に18歳で下挙に合格し、翌年の1883年5月に日本へ留学。慶応義塾で日本語を学んだ後、東京の陸軍と山学校で学ぶ。1884年に、金玉金と共に帰国し、直後更新政変を起こすが失敗し、金玉金、竹添講師らと、 新川から日本の軍艦で一旦日本へ亡命した。しかし国際的な非難を忌避したい日本は非協力的になったため、さらにアメリカへの移民を決断する。なお、残された彼の家族は貧ヒ一族の粛清に遭い、三神党までの近親者はことごとく残忍な方法で処刑された。アメリカではキリスト教に入信、苦学をしながら医学を学び、 コロンビア医科大学や幹部に進学、在学中にアメリカの市民権を得て、1893年に卒業した。独立新聞1895年に日本と清市との間で下関条約が締結されると、ジョア帰国して開花派運動機関として、独立協会を組織し、独立新聞の発刊にも尽力した。この頃に、李想あり、に足す広氏。 理性版らが参加している。しかし、独立協会の西洋思想は、大韓帝国から疎まれ、構想の直令で解散させられた。その後、1898年再び、アメリカに亡命した。左から、近継職、女はじめヒーツ、両恩教演説をする、女はじめヒーツ、右端は、超日の枝間、アメリカでは、米西戦争に軍医として従軍した後、 フィラデルフィア大学で解剖学の講座を担当する。一方、市内で商店を経営して成功した。1910年朝鮮の日本による併合がなると、活動家をアメリカに呼び寄せ支援した。1919年3月1日、3.1独立運動をきっかけに、独立運動を再開、アメリカ国内に韓国人団体を結成して、 ロビー活動を積極的に行った。1919年4月14日から16日にかけては、肝心自由大会を開催した。上海臨時政府の対米顧問に任命された後、新韓米人組織に尽力。1947年、李正番が建てた南朝鮮家と政府が樹立されると、増長していた。 李正万を牽制する人物を探していた、アメリカ軍政庁は、ジョはじめ遺筆を、軍政庁の最高顧問として招聘することを、画策した。ジョは最初はこれを誇示していたものの、リオ運教、李性版らからも招請され、帰国した。しかし、次第に李と対立するようになり、金聖主、李公主、張日の枝間との対談で、50年前も今も、 派閥争いは相変わらずだと嘆いたという。以降は左右合作運動を支持した。1948年7月に行われた選挙では、支持派によって大統領へ推挙されたが、リトは最後まで、相入れず、選挙出馬を誇示して、アメリカに帰国してしまった。1951年1月5日、ガンと老衰によりフィラデルフィアのモンゴメリー病院で、亡くなる。ありがとうございます。